本日のテーマは好きなお笑い。ちょっと太っちゃった人は。じゃあちょっと階段用意してもらわないと今から、うん、降りてくから頑張って違うな歌番組になっちゃった急に歌番組になっちゃった好きなお笑い、はい、さっきほど確認したところスタッフさんに Yes、ま、芸人さんの固有名詞でもいいしジャンル漫才とかコントとか、うん、なんか何でもいいって、うんうんうん、はいはいいやはい、はい、どうぞ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 私がやってみてください組み取れなかったの今じゃあいいですか、はい、私専門学生時代に、うん、ドハマりしてた、うん、あー待って分かったドハマりしてた、はい、ネイビーズアフロさんっていう、はい、お笑い芸人さんがいる漫才とかをよくやられてる方なんですけど、はい、いるんですけどあの人たちの古風な彼女っていう漫才他にもね一回好きな漫才あるんだけどこの人たち、はい、古風な彼女が分かりやすいワンフレーズをどうぞ分かりやすいワンフレーズあーとねちょっとじゃあ手伝ってほしいんだけどめっちゃ無理だいや桜の子のさ普通の歌詞歌って愛し合う二人幸せの空隣同士あなたと私桜の子今一度ってそうなるほどねもう一回今一度彼氏あの、ね、カップル役なんだけど2人で、うん、彼氏のことをあのなんて言うんだろうあの全然違う呼び方で呼んだりとか、うん、っていうのがめちゃくちゃ面白いあの謝罪の言葉あったよねあったあ、なんだっけハイチンシャーじゃなくてあ、そうそうハイチンシャー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 ハイチンシャーっていうのをずっとやってたよねなんか謝ってよってハイチンシャーずっとうちのもチンシャやってたよねやってたよねっていうので私はあのネビザフロさんにめちゃくちゃハマってましたいいですねはいはい、はい、私はもう昔からお笑い芸人になりたかったのでこの人を目指してましたしずるの青春コントが大好きでしたああ、うん、いいよねあの甘酸っぱいあのどっちも男性同士なんですけどもちろんあの池田和真さんが女性役やるとすっごい綺麗で、うんで、まあちょっとあの一応その時代の、なんだろう、イケメンお笑い芸人でトップ10入りしてた村上純さんが、うん、そう、あの、なんだろう、先生役で、うん、池田和真さんを落とすみたいななんかもうそのキュンキュンコントが面白いんですよもどかしさっていうか、うんうんうん、そう、それはめっちゃ好きだったんで、それがハマってました、うん、恋愛ドラマを見てる気分になるんですよねあとはなんかあの二人の青春コントっていうのがやっぱりその時代に獲得されたコントで、うん、そう、それがやっぱり面白かったですね、うんうん、はい、はい、私行かせていただきます、はい、なんか、なんだろう、まあ、コント、漫才、どっちが好きって聞かれたら漫才の方が好きかなっていう感じがあるから最近ね、なんかね、無性にノンスタイルが見たくなったなんかノンスタイルずっと見てるなんか波があってノンスタイル見たい時期と和牛が見たい時期と、うん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 、あとサンドイッチマンが見たい時期があってここをね、ループしてるのがすごい一時期狂ったように見ないそう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 今だから私の YouTube 全部ノンスタイルそう、なんだろう流し見することが多いから結構淡々と見れるあれがいいんだけど、うん、今ノンスタイルさんあれなんですよ YouTube に解説なんかそのコントのコントでね入れてるねそう漫才の解説付きのやつを上げてくれてるからそれ見てるめっちゃなんかさノンスタイルサンドイッチマンさんのさあのなんだっけファストフード店のネタでさ、うん、ご一緒にホタテはいかがですかっていうのずっとやってたよね大好き今でもやるよね今でもやる全然やってるなんかハマるよね、うん、お笑い芸人さん世代じゃんちょうどそうだねそうそう余計にねうちらの中でバズるとずっと言ってるよね、うん、そうだね気に入るとねうんただコッペパンも言ってたよね言ってたジョスミン大好きだからあ分かるそうでもそういうのがあとまあ個人的に好きなのは音ネタ、うんうん、音楽ネタみたいな、うん、そうだよのも好きだから、うん、いっぱいあるよね本当に、うん、なんか教えるしねうん、うんこれ面白い共有し合うからね、うん、ここは割と我々に面白いですみんなもおすすめがあったらぜひコメント欄に書いてください私たちと同じものが好きな方々はぜひ高評価、チャンネル登録
コメントにお書きください。ネバーランド。以上、私たちディープリークでした。ワットガオルよろしく。ありがとう。はい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 、編集点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 、せーの、ワットガオよろしいようで、てーてれてててうちゃうちゃうちゃうぴー、バイバーイ。何やってくれたのかな、こういう時。こびてこうぜ、こびてこうぜ、やこばしってこうぜ。